こいつらが代表の中心として活躍する、そんな風に考えてた時期もありました。アーセナル浅野矢印爆笑。リバプール何の矢印滝が好きだかを。セビージャイブスキ。ユー、イブスキ。ウサミだけはガチだと思ってた。宮市はフェイエノールトにレンタルされてた時がピークだった。ウサミは90年代にプロやってたらレジェンドだったんじゃないかな、現代向きではなかった。何があかんかった？柴崎、無糖あとは知らん。ウサミなんかフィジカル弱いから昔だろうが無理やは今より荒いサッカーやってた時代やのに。バルセロナーで。ウサミはボール扱いの天才だがアスリート能力がなかった。宮市はアスリート能力は高かったがそれだけだった。リベリウサミ、お前は誰にもできないことができるが、誰でもできることができていない。でもその自身の強みを活かしてサッカーするべきだ。監督に何を言われようとそうすべきなんだ。なお、本人は監督に言われた通りに誰でもできてることをやれるようになることを優先した模様。そして結果が出ずバイアンを退団した。ちゃんと結果を出してビッグクラブに移籍したのは中田と香川だけだろ。この二人も結局活躍できないどころか干されて劣化しただけ。何でもビッグクラブに行ければ良いわけではない。